どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテム、パタゴニアです。タスパーカーです。古着です。古着の着る前洗いでございます。まあパタゴニアに限った話ではないんですが、まあ、古着屋さんであったり、フリマサイトであったりオークションであったりね、そういったところから古いお洋服を買った、中古のお洋服を買った、そのシミ汚れをきれいにしたいなんて方はですね、動画をぜひ最後まで見ていただきたいと思います。個人売買あるあるだと思うんですけど、まあ思った以上に悪かったってパターンですね。まあ出品者はですね、できるだけ高く売りたいからすごくいいものだよということを訴求しますし、まあ買いたい方はですね、やっぱりできるだけ安く、いいものを安く買いたいと思うわけですよ。で、あの新品同様とか書いてあって、で具体的に5回しか着ていないんだなんて、書いてある。じゃあ高くてもそんなに状態がいいんだったら買うわなんて感じでね、ワクワクなわけですよ。でもね、届いた服の状態を見てがっかりしてしまう。これはどう見ても新品同様じゃないでしょと。5回しか着てないって嘘でしょ。騙された気分ですよね。ちょっと怒りも込み上げてきて、買わなきゃよかったなって後悔してしまう。そんな思いをですね、私自身も何度も経験してます。何度も経験しているのに、やっぱり古着で買っちゃうんですよね。魅力的なんですよね。やっぱね、安いのには理由があるんですよ。ただレアなもの、希少なものならネットでしか探せない、そんな個人売買でしか探せないかもしれないなって思っちゃうんですよね。袖とか、まあ、襟とかね、誰が着てもここはね、汚れやすいところでございますよ。古着、いわゆる中古ですから、いろいろとね、新品と違うところがあって当たり前ですよ。もちろんそれをね、分かっていて、購入するわけですから。ただその程度によるというか、ちょっとやっぱりここは我慢できないなとか、ここはなんとか自分が着る前に改善したいなっていうところがあって、色あせみたいなエイジングだって思えるところはまあいいんですけど、やっぱりシミ、汚れ、匂いに関しては気になりますよね。特に首元、顔周り、顎周り、自分の肌が触れるところに目で見てわかる汚れが、シミがあったりすると、汚れの首輪がついていたりすると、それはやっぱりちょっとこのまま着るのは嫌だなって誰だって思いますよ。そこで着る前洗いなわけですね。すごく綺麗になりました。めちゃくちゃ綺麗になってます。もう襟なんかね、よーく見ていただきたいんですが、あれほど色の段差がついていて黒ずんでいたところがですね、本当にすっきりと綺麗になっておりますよ。古着の着る前洗い、パタゴニアの古いダスパーカーの事例は本当に山ほどございますので、まあ、ぶっちゃけ得意中の得意でございます。クリーニング店の作業内容というのはですね、やっぱりシミとか汚れを取るために洗浄するということは共通だと思うんですが、やっぱり仕上がりの差というのはかなりあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、洋服に限った話じゃないですけど、物を買う、もしくは何かサービスを受ける際にですね、高いのには高いなりの理由がありますし、安いのには安いなりの理由があるわけですね。その理由に納得して安いものを買ったり高いものを買ったりしているはずです。ただね、自分が出した金額に見合ったものであったかというのはですね、実際にやっぱり届いてみないとわからない。特に個人売買なんかはそんなことが大いにありますんで、まあリスキーではありますよ。ただリスクがあるとは言うものの、魅力的でもあるんですね。やっぱ宝探し的なところがありますし、本当にいいものをお安く買えた、大満足だったっていうこともねあります。ただそうじゃない場合、シミや汚れがひどくてもうこのままじゃ着たくないんだって方はですね、ぜひ当店にご相談していただきたいと思います。今日は当店では毎度おなじみパタゴニアの古いダスパーカーの着る前洗いの事例でございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。